ではね、ここまでよく頑張りましたね。高地呼吸の最後のステップ、電子伝達系について見ていきましょう。電子伝達系っていうのはミトコンドリアの中で起こる反応で、これミトコンドリアね。例えば回答系なんていうのは丸回って書くけど、と原核生物、ね、ミトコンドリアを持ってない原核生物でも、原核生物である乳酸菌でもできたのが回答系です。ミトコンドリアとは全く関係のない反応です。関係のないところで起きる反応です。でクエン酸回路っていうのは丸くって書くけど、クエン酸回路っていうのはこのミトコンドリア の, この内部のすごく広いスペース、これをマトリックスって言ったけど、マトリックスって言ったけど、このな、ね、広々とした、ね、リビングのようなところ、ね、ミトコンドリアのそこで行われる反応です。ミトコンドリアってね、外膜と内膜で包まれた二重膜構造をしているんですね。で電子伝達系はっていうと、このね内膜の付近で起こる反応が電子伝達系です。詳しく見ていきましょう。僕らの今抱えている問題は溜まったバケツです。溜まったバケツ、ゴミ箱ですね。例えば回答系では2個の、クエン酸回路では8個の NADH っていう中身が詰まったゴミ箱、足して10個、ね、回答系で2個、クエン酸回路で8個、足して10個の NADH っていう中身が詰まったバケツ、ね、早く捨てたいなと思ってるバケツ、ゴミ箱ね、溜まってます。クエン酸回路では2個の SADH2 っていう別の種類のゴミ箱も溜まってしまいました。このね、ゴミ箱ね、全部今ここで中身を開けます。全部中身を開けます。まずは捨てられた電子の流れを追ってみましょう。電子はこの内膜の上をぐにゃぐにゃっと探検していくんですね。内膜の上を動くってね、ちょっと奇妙に感じられるかもしれないけど、内膜って言ったってこれ別に線、ただの線じゃないからね。生体膜ってことで見たように、中にはたくさんのタンパク質が埋め込まれていて、そのタンパク質の間をまるでね渡り鳥のように、電子はピョンピョンピョンっていうふうに内膜に埋め込まれたタンパク質の間を、渡り歩っていくんです。どこにこの渡り鳥行き着くかっていうと、外から取り入れた酸素、とそこら辺でフラフラしている水素、こいつらとくっついて何ができるかっていうと、 H と O と電子で水ができるんですね。水っていうのはね、皆さんもご存知の通り、すごく安全な物質です。地球上にありふれた細胞の中にも外にもありふれた物質です。すごく安全な水を作って、この一連の反応に区切りをつけるんですね。ゴミ箱はもうこれで空になりました。これが電子伝達系の最大のポイント、一つ、安全な水の生成です。電子伝達系にポイントはね2つあって、もう一つのポイントも見てみましょう。でこれでね、バケツの中身を空にしてバケツを再利用、ね、先ほどまでの反応をまた繰り返し行えるようになりました。もう一点見てもらいたいのは、このね、電子が探検していくときに、このマトリックスっていうこの中の広々とした空間、ね、でくつろいでる H プラスが、この電子が内膜をこう動くとどうなるかっていうと、このね、内膜と外膜の隙間にこう吸い込
まれていってしまうんですよ。リビングね、広いマトリックスで、優雅に暮らしてた H がもう電子がここを通ると同時にスッて膜の間に吸い込まれてしまうんですよ。おそ、この H は、ね、狭いよ、出たいよってね思うかもしれないね。なんで電子がこう動くと H も同時に動くんですかって質問、ね、本当に、素晴らしい質問で、大学生になったらしっかりと、ね、学ぶことができます。すごく、難しい話です。でもね、今は H が電子がこの内膜を通るとスーッて吸い込まれていくんだ、ね、そうすると H は狭いよ出たいよってね思うよね。そうするとね、内膜にはミトコンドリアの内膜にはこのどこでもドアみたいなちゃんと出口が用意してあって、ね、H がかわいそうだからね、出口が用意してあって、この出口のことを ATP 合成酵素って言うんです。さっきちょっと難しい話だって言ったけど、この H が マトリックスにいる H が膜の間に吸い込まれていくことは、例えると H の組み上げなんですよ。水を崖の上にこうわっせわっせ持っていくようなもんです。そのさ、崖の上に溜まった水ってさ、例えば滝のように崖から落として、でタービンを回すことによって、それ水力発電、ね、電力を得ることができるわけですよね。それとすごくよく似た仕組みで、ここで H プラスを組み上げておいて、その H プラス、高いポテンシャルを持ったこの H プラスはこの ATP 合成酵素という扉からドワーッと落ちていくんですよ。その時にまるで本当にタービンを回すようにエネルギーが生産されるんです。最大で 34ATP に相当するエネルギーです。解凍系では 2ATP でした。クエン酸回路でも 2ATP でした。この34という数字の大きさが分かると思います。すごくね、難しいけどもスマートな感動的な仕組みなんですよ。2つ電子の付けのポイントがありました。1つは安全な水の生成、ね、酸素と H、 そして電子がくっついて水になりました。ミトコンドリアというのは酸素を使う細胞小器官でしたよ ね水を作りました。もう1つのポイントは莫大なエネルギーを得ることができました。この2つのポイントを、ね、しっかり押さえましょう。電子の付け、すごくスマートで感動的な仕組みです、ね、感動的な仕組みだってことはその分テストに出やすいってことですからね、しっかり、ね、マスターしていきましょう。